わあ、なんか久しぶりにここで撮るから、なんかあれだね、やっぱりあれだね 光の加減が難しいね、調節が。モカ太郎の動画。はい、こんにちは。モカ太郎です。今回はですね、 PC ケースを皆さんにご紹介したいと思うんだけれども、私の動画見てくださってる人だったら、アンティックっていうメーカーさんご存知ですよね。アンティック、最近私アンティックの PC ケースよく見る機会が結構あって、気づいてしまったことがあってね。アンティックの PC ケースってコスパ最強じゃない？どう思う？皆さん。私最強だと思うんだよね。その最強の理由も今回ご紹介する PC ケースとともに皆さんに力説していきたいと思うんだけど、まあ、とりあえず、じゃん、こちら。これはね、アンティックの P10 フラックスっていう PC ケースなんだけれども、もうこの時点で私も気づいちゃいました。ピーン。フラックスってどういう意味っていうと、フローラグジュアリー、贅沢なエアフローを再現したケースだよってことは、排熱重視なんだよね。排熱重視のケースを前回ご紹介したと思うんだけど、今回の P10 フラックスはまた一味違うんだよね。ちょっと開けていこう。さあ、パッサー、あれ、パッサー、どうだい、どうだい、ちょっと見てて。よいしょ、どれどれ、あらら、あらあらあら、シンプルな面でござ、あら、嘘、マジ、あ、びっくり、あ、びっくりですわ。まずはこちらのケース、ミドルタワーケースになります。対応マザーボードが ATX IEAJS ATX マイクロ ATX ミニ ITX の3種類でございます。でね、最初言った排熱もそうなんだけど、これ実はね、防音パネルついてるの、ね、だから冷却防音に対応した PC ケースになるわけ。どうやらフロントにまず1枚ついてるらしくて、ちょっと見てみる。よいしょ、どんな感じ。パッカーン、開きましたよ。失礼します。おお、うわー、これかい、これ、これだね。見える、見える、こ、み、み、あ、ちょ、あ、なんか閉じたね、勝手に閉じたね。はい、これで見えるかな。まず下の方にね、パフォーマンスシリーズって書いてあるね。 P って書いてある。これをね、パカーンと開けると、これよ、これ、これが防音パネルなんだろうね、きっと。で、ここに光学ドライブをつけれる場所があるね。なんか最近アンティックさんの PC ケースってそういうタイプ多いよね。で、ここにアンティックっていう刻印がついていて、これがフィルターだね。はい、外れました。こんな感じ。おお、メッシュだね。結構いかついフィルターなんだね。で、来ました、ファンが3基標準搭載。これだよね、これ RGB ついてないやつだね。ああ、そうだよね。ここ、パターンするわけだから。まあ、光っても見えないからね。まあ、こんな感じ。でね、今、私、こうやって開けたと思うんだけれども、実はね、これ、こう開けることもできるんだよね。だから自分の好きな開け方に調整することができるんだよね。こういう風に開けると、ここ、ネジ止めされてるの見えるかな？上と下。これを外して、新たにこっちに付け替えてあげれば、こっからも開くようになるっていう、そういう仕組みみたい。で、フロント部分の防音パネルは今見たと思うんだけれども、その他にあと2箇所防音パネルがついてるみたい。こことここの3枚の防音パネルがついています。でね、今両サイド見て分かったと思うんだけど、最近強化ガラスのタイプとか中が見える構造のケースが多かったと思うんだけど、今回の P10 は両面見えない仕様だから、すごいシンプルのお堅い仕様だよね。ほら、何にも見えん。で、ここに吸気口がある感じだね。すごいシンプル、めちゃめちゃシンプル。だから光らせたくない、相手だから光らす必要がなくて、すごく冷やしたくて、なおかつ音も静かな方がいいなっていう人にはもうかなりおすすめなのよ。でもね、その他におすすめできるポイントっていうのがすごいいっぱいあるの、このケース。見よう、モカ太郎の動画。じゃあトップの部分見ちゃおうか。よいしょ、こちらがトップの部分でございます。 iPod を見ていきましょう。まずこちらが電源でしょ。で、これがファンスピードコントローラーっていうボタンだね。で、これが USB3.0 だね。よい、よいしょ。はい、3.0 です。で、これがマイク、ヘッドホン、そしてこちらも USB3.0 ということで、使わない部分はこういう風に蓋が、ホコリが入らないようにね、蓋が付属しております。こんな感じ。ってことで、トップ部分は見たので拡張スロットの方見ていきましょう。よいしょ、はい、後ろ側はこんな感じ。 120mm のファンが1つついてるね。で、ここに IO パネルをつけるところがある。で、拡張スロットが1、2、3、4、5、6、7、7個もつけれるんだ。で、ここが電源だね。ってことで、早速サイドパネル取っていきましょう。この2箇所のネジを取ります。今回のネジ、どんなネジでしょう。流行ってる、このネジ流行ってる。ネジ外れないやつだね。
されました。でこの内側に防音パネルがついてるね。結構広い面についてるんだね。でここにフィルターがついています。こんな感じだ。はい、それでは後ろ側見ていきましょう。まずはこれファンコントローラーだね。フロントに3機ついてたから 1,2,3 で後ろに1機ついてるので全部で4つついてるね。で空きが2つと。で格納庫があるね。格納庫外せるタイプだね。2箇所のネジを外します。で引き抜く。はい、取れました。で格納庫は移動できないタイプだね。ただ取り外せるっていうタイプだ。タイプです。で HDD トレイが1つ入っています。でこの箱の中には取扱説明書、ケーブルバンドが2枚、取り付けるネジもろもろが入っています。ってことでストレージが SSD だったら1箇所2箇所3箇所4箇所5箇所かな。で HDD だったら1箇所2箇所3箇所になるわけだ。でちなみにフィルターは電源の下にあります。じゃあ起こすよ。よいしょ。じゃあ反対側のパネルを取っていきましょう。ここのネジ外していくよ。はい、引きます。よいしょ。後ろ側は同じように、おおすごい、一面全部だね。防音パネルがついています。これは静かそうだね。はい、じゃあ見ていくよ。よいしょ。まずねこのフィルターはフロントフィルター、前側のここ見えるかな、ここにカチャンとつけます。よいしょ、こういう感じね。でここに置いてある白い箱、これはアンテックのフローシリーズにある逆転ファンってやつだね。はい、ドン、こんな感じで、このファンはどこにつけるかっていうと、ここに電源ユニットが入るわけなんだけど、電源ユニットの上の部分、好きな方につけれて、なおかつこれをつけるとどうなるかっていうと、ここに GPU をつけた時に直接このファンで GPU を冷やすことができるよっていう、そういうファン、特別なファンでね。今 GPU の話をしたついでなんだけれども、このケースに搭載できる GPU の最大サイズが 405mm まで搭載することが可能です。だから今私が使っている GB の GPU 3連ファンで結構長いタイプなんだけども、それも余裕で入っちゃう、そういう感じでね。ここフロントの対応ラジエーターサイズは 360mm まで対応可能です。で上はつけれません。つけれないからここ注意してね。なんでつけれないかっていうと、上にもね、あの防音パネルがびっちりついてるのよ。上には何もつけれないから注意してね。だからこのケースで海水でつけるとしたらば、ラジエーターフロントもしくはリアにつける人いるかな、あんまり見ないけどな。まあフロントかリアどちらかになるかな。ここはまあつけれないことはないけど、 GPU の長さ次第だよね。まあだいたいここにつけると思う、フロントに。まあそんな感じ。ってことでね、大体これが基本の情報なんだけれども、私個人がアンテックの PC ケースマジでコスパいいなって思ってる点っていうのは、やっぱりさ、まあ、みんな気づいてると思うんだけど、このフロントの3連ファンがすでに搭載されてます。プラス、リアに1機ついてます。プラス、この逆回転ファン。アンテック特別の逆回転ファン。でこれだけで、1,2,3,4,5。5機ついてるんだよね。このケースポーンって買っちゃえばファン5機ついてるのよ。しかも今回防音パネルまで付け出しちゃったもんだから、排熱防音いけますよケースなのね。で今回は見た目がものすごくシンプル、あの強化ガラスとか上あのポチポチ穴とかないから、光物をたくさんつけてギラギラしたやつを見たいんだっていう人はあのおすすめしないんだけど、落ち着いた手堅く静かに、そして冷やせるっていう作業重視ケースって言えばいいのかな。まあ、そういった方にとてもおすすめできるコスパがいい PC ケースなんじゃないかなっていう印象を受けました。でここが何気に空いてるんですよ。あ、電源ユニットガチャンって入れると、ここにねちょうど電源ユニットの看板シールみたいなのが見えるのよ。それが見えるっていうのはちょっとニヤリポイントだよね。ニヤリポイント、この防音パネルっていうのが面白いね。久しぶりにこういうシンプルなケース触った気がする。中が見えないやつ、 BTO パソコン以来かもしれない。見た目めっちゃシンプルだもんね。黒い箱だもんね。あ、ちなみにねこれさっき気づいたんだけど、思いっきり引っ張ればここ取れるんだよね。ちょっとやっていい？よいしょ。こんな感じでなんか取れるんだよ、ここ。だ広角ドライブとか増設するときにつけやすくできるように、こう外れる仕様になってるのかな。あとはファンとかね。はい、ということで今回はものすごいシンプルな職人気質 PC ケースだね。光は必要なくて静かで冷やせて作業重視のケースが欲しいっていう人は、よかったらご参考ください。ということでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。